こんにちは、猫ニラでございます。ですね、CR7 ゾーラドリンクウォーターって来てるパックのラスト10クレ、これ多分ねあります。なかったら3枚パックっていうことになってしまうんで、多分あります。1クレ目ゴディン、はい、ゴディンですね。2クレ目バネガ、うん、すげえなヒートマップ。3クレ目ヘセロドリゲス、白ですね。はい、まあこのパックは ATLE が1枚出てるんで、ちょっとまあ期待薄ですよね、やっぱり。かといってですね、ワールドクラス系が4枚ボコって出たパックもあったわけじゃないですか。あのプレゼント用のやつね、あったわけですよね。ですからまあなんとも言えないんですよ。配列情報はもう多分今この動画が上がってる頃には、おっ、こうやって開けちゃう、ドン、おレスタやろ、ドリンクウォーター出たしレスタやろ、それがいいねえ。7クレ目、うわそうだよ、それがいいよ。ちょっとやってみたいです。バイルの育成終わったらレスターと、あ、これ買った、これ買ったいわ。最後開けてみよう。まあスターターズの企画もやりたいんですよ、私コーチーニョ。スターターズで全巻するまでっていう、あのバイエルンでも全巻きっつって思ったので、今日スターターで全巻やるね。あ、やったやったマンモスレピー、入れ替えます、すぐ入れ替えます。ということで、これパックラストのレアいきます。ドリンクウォーターの次、ドンナルンマ。なるほど、そういうこと、これは嬉しい。ヤングスターが白扱いってことですね。前回の謎解けた前回の謎完全に解けました。これは嬉しいですね。これはミランがはかどるんじゃないですか皆さん。ということで今回は森重出ました。また次回お会いいたしましょう。